全日本サーフィン選手権大会。それは年に一度波を愛する者たちに与えられた名誉ある大舞台。2009年8月26日、三重県志摩市鴻浜海岸。ここに日本サーフィン連盟 NSA に加盟する1万5000人のアマチュアサーファーの中から全国各地の支部予選を勝ち抜いたおよそ900人の精鋭たちが集結した。先生、我々は全国のサーファーに対してこの大会を正々堂々戦うことを一つのメッセージとして送りたいと思います。2009年8月の26日全日本選手一同代表千葉銚子支部白戸勝久。これからの5日間、彼らは世代別やカテゴリー別に設けられた16のクラスに分かれて戦い、それぞれのクラスの優勝者16人だけが手にすることができる2009年度アマチュアサーファー日本一の栄冠を目指し熱戦を繰り広げる。ロイヤルクラスは4人の選手の一騎打ち。レッド山崎信夫選手東京支部、ブルー三口義隆選手大阪支部、グリーン岡野高近選手東京支部、ホワイト岡博光選手湘南鎌倉支部、以上の4選手の戦いです。まずはレッド山崎信夫選手の一発。そしてテイクオフ争いを制したホワイト岡博光選手が行きます。さらにグリーン岡野高近選手の豪快なライディング、ブルー三口義隆選手が会場を沸かせます。見事10ポイントライディングを叩き出しました。そしてグリーン岡野選手も見せます。全日本サーフィン選手権大会ロイヤルクラス優勝、江口義隆選手大阪支部。あ、選手が優勝。ファイナルどうでした？ちょっと緊張しましたけど、はい、いい波乗れたと思います。いつも分かってる顔ぶれなんですけど、はい、海の中でどんな川でみんな戦ってるんですか？結構喋ってて和気あいあいとしてますね。笑ってますね、結構皆さん。今回 ご協力いただいた地元の皆さん、ここで大会を開いていただいてありがとうございます。また30年ぐらいかかるかもしれませんけど、その時はまた頑張って出ると思います。よろしくお願いします。なんと